今回はですね、S パックについていろいろお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中君、ちょっと聞いてくださいよ。はい。あのこの間ね、日経新聞の一面に出てたんですよ。S パックって言うんですけど、うん、合ってますか、読み方、言い方。まおそらくスパックっていうのが一般的な言い方かなと思います。スパック、なるほど。 S カップって言ったら S カップってあのなんか栄養ドリンクみたいなのちょっと聞こえちゃう ね。スパックですね。スパック皆さん、スパックって何か知ってます？なんかね、最近日経新聞のトップでも紹介されてたんですけど、空箱を使って上場していくような仕組みなんですよね。うん、そうですね。多分ほとんどの人がわからないと思います。そう言われても。そうですよね。なるほど。これちょっとね、富岡君教えてほしいですけど、いいですか、スパックについて。はい。そもそもあのスパックってこれどういうことなんですか。ああ、まあ日本語で言うと特別買収目的会社って言うんですけれども、うんうん、その買収を目的した会社が上場しますと。うん、でそうした後に実際に買収をして事業運営をしていきます。そういうことというか、そういう会社をスパックっていうんですね。うんうんうん。特徴的なのが、あの買収を目的とした会社だけれどもまだ事業は何もやってない会社、うんうん、これが先に上場するんですよ。ああ、なるほど、うん、箱が事業ないのに上場しちゃうってことなんですね。そうなんですよ。普通に上場準備会社とか、まあ、島袋さんもあのこの辺は分かってると思うんですけど、上場準備っていろんなプロセスを経て審査が、うん、ようやく上場できるじゃないですか。はいはい。なのに事業も何もやってないのにいきなり上場しちゃうんですよ。なるほど。その時点でもよく分からないじゃないですか。全く分かんないですね。はい。そうですよね。でかつその上場した空箱が、あの、うん、どこか別の会社を、まあ、例えばの2年以内というルールがあるんですけど、うん、2年以内に見つけてきて買収して、うん、あの合併して、その合併先の会社と一緒に、まあ、結果的にその合併するので、もともと上場している空箱が買収先の会社を事業運営していくっていう形で上場会社として継続していくんですよ。なるほど。マジ意味わかんねえな。なんか僕の中で上場企業ってあの成長戦略とか社会性とか、うん、なぜ上場するんですかみたいな審査のプロセスを経て、はい、晴れて上場するのに、別にそれなしに空箱の中で上場審査するわけですよね。はい、え、それって、まあ、上場するの日本、市場ありますよね、東京もそうだし、ニューヨーク、海外、それこそシンガポールもあるし、香港もありますよね、はい、これってグローバルではグローバルスタンダードなんですか、それとも日本じゃできないけどアメリカだったらできるとか、いやいや日本もできるよみたいな感じなのか。ですね、今日本ではできないです。ただし、なるほど、ではできます。はい、アメリカ、日本ではできないけど、ごめんなさい、海外ではできる。はい、アメリカではできます。なるほど。はい。で、あの、まあ、日本だとこれは裏口上場って言われて、うん、うんうんうん、あの裏口入学みたいなもんで、正式なあの入学試験を受けずに上場するから裏口上場って言われて、今はできないんですね。なるほど。はい。今後は分かんないですよ、今後は分かんないですけど、今はできないんですけど、うん、それがアメリカでは現実にできているということですね、うん、じゃあなんでそんな何にも事業をやってないような空箱が上場できて、かつそれに投資家が集まるのかっていうと、うん、その空箱を経営している人たち、オーナーは、うん、人たちが著名な経営者であるとか投資家であるとか、そういった背景があるんですね。だから、なるほど、そういう人たちが運営する会社だったら、たとえその時点で事業何やるか分からなくても、うん、その人たちの株を持っておきたいとそう思う人たちは一定程度いるんですね。なるほどね。はい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 、うん、で昔よりもルールが整ってきて、その空箱に投資した金は一定程度こう信託に預けられるよとか、あの、うん、できなかったら帰ってくるよとか、ちゃんとルールがある程度定まってきたから、最近こう激増してるんですね、スパックでの上場が。なるほど。ってことは誰でも空箱を上場できるわけではなくて、空箱を作って上場できるするためにはある程度の、まあ、制限があるっていうことですよね。何々を満たしてるとか、どういう信用力があるとか実績があるとか、 そこの審査があるってことですね、空箱を作るための。
はい、だ事業はないけれども空箱経営者としての審査っていう、うん、なるほどなんか銀行の予診と一緒ですね。あなただったらめちゃめちゃ貸すけどあなただったら全然貸せませんよみたいな、はいはい、まあ、よくわかんない人がたとえスパック上場させてもその人の信用ならなかったら誰も株買わないじゃないですか、空箱だから。確かに、うんうん、まあ、なんでそういう形で流行ってるし、うん、最近は日本の企業もそれに関連した動きをしてるっていうのがあるので今話題になってるってとこですかね。なるほど。え、日本企業も、空箱で上場した会社があるんですか。あ、まあ、一番大きいところで言うとソフトバンクグループですよね。お、はい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 、はい、が、まずは空箱を上場させたっていう段階ですかね、うん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 、他にもあのネクストミーツっていうあの代替肉、その本物の牛とか牛とかじゃなくてそれに似ているっていう意味で代替肉 の、 あの会社なんですけども、これが日本の会社なんですけれどもスパックの一種のある種のスパックというスパックのうちの、まあ、ちょっと特殊な仕組みなんですけれどもの仕組みを使って、アメリカの OTC っていう、こう上場市場、日本でいうと東京プロマーケットに似ているんですけれども、あのそれ OTC 市場に、今年の1月ですねに上場したんですね、うんうん、で、まあ、アメリカ含めて海外で展開していきますよというそういうことを歌って事業運営をしてるんですけれども、なのでこうスパックって言われるとちょっとだいぶ遠いところに思うと思うんですけども、意外と身近なところでも起き始めてるっていうのが現実としてありますね。なるほど。なんか普通に思うのは、いや普通に別に上場で良くないって思っちゃうんですよ。あ、 なぜスパックを選択するのか、その最大の理由って何なんですか。あ、やっぱり煩わしさが少ないのとスピードが速いで、この2つはですよね、うん、煩わしさって言うと、はいはい、あの IPO って言うと、まあ、やっぱ審査、いろんなこう事業もそうだし内部統制とか会計面とかいろんなところでチェック項目がたくさんあって、2年、まあ、3年のプロセスを経てようやく上場できるじゃないですか、うんうん、それがとにかく煩雑だと、うん、ところで、あのそのもうプロセスをもうショートカットできるっていうのは、これは大きいですよね。あ、なるほどね。なんか上場準備するとか、上場準備のためのコーポレートガバナンスとか、いろいろ事業とか関係ないところも、まあ、関係あるんだけど整理しなきゃいけないし、そのストレスがもうないってことですね。もうすぐ上場要はできちゃうから、成長曲線が一気にこうなんか、はい、成長戦略描きやすいってことですね、上場のことを考えずに。そうですね、もうそれでかつそれをスピーディーにできるということなんですね。どれくらいでできるんですか、ちなみに。でさっきのネクストミーツの話で言うと、うん、2020年に創業したんですね、この会社。ほう、はいはいはい。で2021年1月に上場してるんですよすごい、はいはい、はい、いやもうこの時点であの、ね、島岡さんご存知の通り日本の IPO と全然違うじゃないですか。全然違いますね、それ。はい、はい、まあ、ただその代替肉って今ものすごいトレンドじゃないですか。はい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 、うん、でこれを海外展開していこうって時に、なんか、うん、まあのんびりやってられないって多分思ったと思うんですよね、この経営者は。あ、なるほど。タイミングも重要だし、もう今上がるしかないっていう、はい、うん、まあ、タイミングですもんね。はい、日本のスタートアップでどんなにいけてても結局海外だとどこの会社ってなるじゃないですか。うんうんうん。スパックで上場 してで、あの、まあ、あのアメリカの市場で上場してますって言うと全然やっぱりそれ見られ方違いますよね。うん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 。だからそのグローバルの代替肉市場で勝負していこうっていう、そういうところでこれを選択したんじゃないかなと思いますね。なるほどね。それってでも、まあ、実際現実的なところ日本で経営されてる人たちからすると、いや俺もやりたい、私もやりたいって言って簡単にそういう感じでトライできるもんなんですか。結論としては、まあ、難しいっていうのはやっぱりあります。で、ほうほうほう、うん、で、と、まあ、主に2つの軸があって、一つはそもそも、まあ、さっき話したこのネクストミーツは、まあ世界的にもまあ、流行っているし、これから大きくなるこの代替肉って市場で多分プロダクト自体も価値があるから、あのこれ実現できたんだと思うんですけども、うん、そもそも海外で通用するような事業であるのか、これはやっぱり見られますよね。はい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 、日本じゃなくてアメリカの話だから、この仕組みが。なるほど、うん、はい、プラスやっぱりあまりにも小さいと、まあ、今回ネクストミーツのサイズ感がちょっとわからないんですけれども、あまりにも小さいと基本的にはやっぱり難しい
ですよね。うん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 、ここまでのコストをかけてわざわざこんなことをやるのかっていうのもあるじゃないですか。例えば、うんうん、売上1億利益1000万の会社をこのスパックの仕組みを使って US で上場させたとして、うん、それってなんか手数料とかを考えたらそっちの方が大きくなりそうですよね。まあ確かにそうですね、うんうん、そう考えるとそれなりの規模じゃないと、まあ、難しいんじゃないのかなと思って、じゃあそれなりの規模ってどのぐらいで考えたらいいのかっていうと、一つ参考になるのが、うん、今年、日本企業を買収することに特化したというか限定したスパックがアメリカで上場したんですよ。へえ、面白い。エボリューションキャピタルマネジメントっていう、こう会社ですかね、まあ うん、ファンドが上場したんですけども、で、うん、そのこのスパックは社外役員に元千葉ロッテの監督のボビー・バレンタインって知ってますかね。じゃあ知ってますよ。あっ、関係なくですか、千葉ロッテ。ないですけど、バレンタインは関係ないんですけど、日本の会社とか日本市場にアピールするためには有効じゃないですか。あ、分かりやすいね、アイコンとしてはね、はい、うん、よく分かんないなんかファンドがこうスパークで上場したっていうよりも、みんなが知ってるボビー監督が役員やってるなってだけで知名度もあるし、ニュースにもあるし、信用力にもあるし、で上場してるので、彼らは今後日本企業を買収、スパークで買収するっていうことを言ってるんですよ。なるほどね。でその時にどういう企業を買収するんですかっていう質問に対して、だいたい3億ドルから7億ドルぐらい、つまり300億から700億ぐらいの企業価値の会社、うん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 、いるんですよ。なるほど、うん、でこれは夢は一瞬で消えましたね今。これはこのエボリューション社の場合はそうだというだけであって、もっとちっちゃい会社でも対象になるケースは全然あると思うんですけど、うん、一つこれが基準になりますね。なるほどね。うんうんうん、まあ、ただ面接にボビー・バレンタイン来るのかな。最初は出てきてロッテのユニフォーム着てくるんじゃないかな。ロッテ表彰したらなんかねちょっとうまくねプロセス進むかもしれないな。なるほどね、そうなんだ。じゃあ別に誰でもトライできるわけじゃなくて、言ったように時価総額が300億ミニマムでも以上っていう会社で、かつアメリカだから、アメリカであって世界に広がるようなサービス可能性を持っている事業じゃないとそもそも難しいよねっていう話ですよね。そうですね、まあどっちか二択ですね。世界中で通用するビジネスか、この300億とか、この数百億程度の企業価値があるビジネスか、どっちかの要件は満たしてると候補になりやすいっていう感じですかね、うん、なるほど。これも聞きたいんですけど、日本だとその業種によってできるできないっていうのがあるじゃないですか。例えばマッサージの会社だと日本のマーケットだと上場は難しいけれども、この間それこそアメリカでも上場しましたよね、日本企業の企業が。でだからそのなんだ、日本でできなかったからけど時価総額がめちゃくちゃあるよっていう会社が、そこにトライするっていうのはありえるんですか。あ、香港で、香港で上場してるパチンコのメーカー、パチンコ屋さん、うん、ダイナムだっけ、あんな感じ、はい、でのスパックを選ぶっていうケースはありえるんですかね。はい、結論ありえますね。うーん、結局アメリカで通用すればいいので、例えば、うん、なんかタイマーを使ったプロダクトとかって日本だとおそらく難しいですよね、 IP を、うんうんうん、でも国によっては認められてるケースあるじゃないですか。はいはい、そういったところであるとか、まあ、さっき言ったそのなんだろうな、マッサージ系であるとかパチンコ系であるとか、そういうところも可能性は全然あるかなと思いますね。なるほどなるほど。育毛剤はどうですかね。育毛剤もそうですね、アメリカ人の髪が生えればいいと思います。なるほどね。ただ広告等にボビー・バレンタインさんを起用すれば絶対行きます。速攻やります、それは。もうね、ツイッターボビー・バレンタインフォローしますよ、私。ぜひ。はい、決まりましたね。なるほどっすね、はい、わかりました。今後どうですかね、増えますかね、スパック、まあ、なんか大きな事故が起こるまでは増えると思います。はい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 、言うてもどこまで行ってもやっぱり審査が IPO よりは緩いっていうのはこれは否めないと思うので、
これを悪用する会社が出てきて、それで大きな粉飾であるともう一社、まあ、すでにそれ過去にあったんですけど もう本当にもうこれダメだねっていうようなものが起きたら、ちょっとこれが何か規制がかかったりして下火になる可能性あるんですけど、それまでは続くと思います。なるほどなるほど、わかりました。いや今話題のスパックでしたね。何か他あります？これだけは伝えたいことみたいなのスパックで説明しといた方がいいっていうこと。いやまあでも本当に、まあ、さっきはその300個ぐらいがミニマムみたいな話もしましたけど、まだ本当にケースが少ないから、なんか可能性があるんだったらチャレンジしてみた方が、というか少なくとも情報収集した方がいいんじゃないかなと思いますね。なるほどなるほど、分かりました。あ、皆さんぜひですね、スパックの専門家の方がいましたら、もうちょっと問いかけもね、会計士専門家なんですけど、スパック専門でなんか支援してるコンサルとかがいましたら、コメント欄にあのなんかコメントいただけるとありがたいですね。ゲスト出てほしいですね。あ、出てほしいな、それは、はい、うん、なんか知り合いでも聞きますよね、スパックを使った MA スキームとか、うん、本当かよと思うんですけど、そういうのも出てきてるんで、まあ実際あり得るんでしょうね、アメリカの場合。あ、そうですね、うん、わかりました。じゃあ皆さん、参考になった方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録できればお願いします。あ、じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。M&A 実務完全習得講座というものをですね、 M&A バンクをノートで販売始めました。これはですね、かなりのノウハウが詰まってます。会社を売りたい方はぜひチェックしてください。